人は休まなかったのに、クロエの体力がなかったから。次の機会、クロエには無理、シノアやミズキみたいにはできない。それはできるかも。頑張ってるからここから出られないのかもしれない。現世にだって戻る保証がないのに。よくわからない。いつでもどこでも勉強ばかりで、他のことなんてしたことないから。クロエは天才だから、パパとママも自慢だから。ただもうヘトヘトです。地獄を抜けるだけでも大変なのに、この暑さのせいで余計にギスギスしてますし。私普通の学生だったんですよ。どうしてこうなったんでしょうか。本当に本当に普通の学生なんです。特別な身の上なんて何もありません。今だってどうして地獄にいるのかわからないのに、本当に意地悪なんですから。あ、実はこれ夢だったりして、目が覚めたらゲームをしてる最中で、今と同じように灼熱地獄を歩いてるのよ。きっとそうだわ。頑張るですか。私がそうしても同じですよ。今だってみんなの後ろをついていってるだけじゃないですか。頑張ったら報われるなんてただの幻想です。頑張ってもダメな人はダメなんですから。あ、すみません、今のは私らしくなかったですよね。ユリネ、もっともっと頑張っちゃいます。先生見ててくださいね。何の用だよ。なんか勘違いしてないか。私は心中したくないだけだ。もしも見捨てようとしても先生がそうさせないだろ。だから見たんだよ。あんたみたいなお人よしは決まって同じ行動をとるからな。そういう言われ方が一番ムカつくんだよ。人の体は繊細で、一度壊れたら治らないところがあるんだ。しかもクロエは体が弱いからな。何かあった時に責任を押し付けられたくないし、適当にできるかよ。
ようやく分かったのか。これに懲りたら私に頼み事なんてするなよ。先生もあいつと同じなんだな。あ、先生。そうなのかな。リリお姉ちゃんは褒めてくれたけど、他の人には変な目で見られてた。きっと役に立たないって思われてる。さっきのシノアお姉ちゃんみたいになれればいいのに。あんな風にテキパキできれば水木も。まるでおばあちゃんの家にいる時みたい。もうこんなところにいたくない。厳しくて水木にいつもあれしろこれしろっていう人。最初は覚えるのも楽しかったけど、何しても言われるようになって嫌になっちゃった。遊び？知らない。だから水木は何も知らないの。おばあちゃんなんて知らない。お父さんとお母さんのことも知らない。知らないんだもん。水木の様子がおかしいのよ。あなたは目を養いなさい。どこをどう見ても沈んでいるじゃない。死神を閉じ込めるときに失敗しかけたせいでしょうね。ああいう子は見た目以上に繊細だから。何よ、私の顔に何かついているのかしら。勘違いしないでちょうだい。私は別にあなたの。私はそうするわ。それ以上のお世辞は禁止よ。あの子たちを気にかけることは当然だし、水木は。背丈も水木と同じかしら。優雅さとはほど遠くて元気が取り柄だったような子だったわね。意外な反応ね。あなたも姉妹がいるのかしら。ああ、あなたは記憶喪失だったわね。おかしな質問をしたわ。記憶がよみがえっているのね。あなたからそんな話が聞けるとは思わなかったわ。
訂正しておくわね。瑞希は妹よりも頑張り屋よ。反省会の最中ですから。私の指揮は何が問題だったんですか？作戦は成功しましたし、大怪我した人もいなかったじゃないですか。状況からして私は十分な成果を上げました。嘘、あの時にも素が出てたんですか？先生、いい加減なことを言わないでください。思わず不安になったじゃないですか。私は品行方正で通ってるんですからね。今の立ち位置を維持するためにも乱すわけにはいきません。そうでもありませんよ。私にもしょっちゅう口論になる友達がいましたから。頭と口が直結したような人でしたけど、すごく気があったんですよね。ある意味リリさんに似てるかもしれません。今頃は何をしてるんでしょうか。現世に戻ったら一番初めに会いたいですね。あなたに言いたいことがあります。先ほどの指揮は何ですか？演理の罠に動揺したとはいえ、生徒に一部を任せるなど愚の骨頂です。あなたは何も理解していませんね。私たちはここにいる全員を疑っています。それでもあなたという存在が均衡を保っているのですよ。あの行動は蘇りの屋台骨を揺るがしかねません。だからこそこうして注意しているのです。それを聞いて安心しました。どうやらまともな判断力は残っているようですね。今後ああいうことは控えてください。今の私たちは多少の危機を乗り越える力があるのですから。時と場合によります。現状私たちは信頼関係を築いたとは言えません。あの時の瑞希のように不器用ながらも自力でこなした方が信頼されることもあるのです。少なくとも私は好感を持ちました。できることならあなたもそうしてください。瑞希はどこに行ったの？すみません、私は体力の回復に専念してたので。まずいわね。死神の時に一人で行動したから平気だと思ったのかしら。今すぐ探すわよ。あなたたちも協力してちょうだい。何をもたもたしているのよ。あの子がクリミナルに襲われたらどうするつもり？ヤバくなる前に逃げたのかもな。私らあのエンリとかいう女に目をつけられただろ。このままじゃ巻き添えになると思ったんじゃないか。瑞希はそんな薄情な子じゃないわ。あなたの尺度で考えないで。喧嘩はやめてください。瑞希ちゃんが罪人と決まったわけじゃないんですよ。誰もそこまで言っていませんよ。
だったらどうしていなくなったんだよ。ここが危ないってことは身をもって知ってるだろ。誰にも言わずに消えるなんておかしくないか。あなたたちは瑞希に助けてもらったことを忘れたの？あの子はたった一人でボタンを押したのよ。礼には礼で尽くす。人として当然のことじゃないかしら。ですが、彼女も理解しているはずです。私たちの輪から外れることの意味が。理由があるのなら誰かに言えばいいのです。それさえしていれば私も進んで協力していますよ。クロエは探したい。瑞希はこの中で一番の頑張り屋さんだから。わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。姿が見えなくなったのはついさっきです。今探せばすぐに見つかるでしょう。どこに？もう動く。痛いのは目だの。心配しなくても見つかりますよ。今なら大丈夫。頑張れ。まとめて氷漬けだ。カチンコチン。次に備えます。魔力上昇。ペタッと当たる。余裕でしたね。休憩も必要ですね。せっかく。な人ですね。この先には何があるのか。道を開けなさい。私を誰だと思っているの。道を開けなさい。私を誰だと思っているの。女の勘ってすごいんですよ。ユリネ、疲れます。